皆さんこんにちはレック専任講師の沢井です今日は社老子の講座のガイダンス入っていきたいと思いますぜひよろしくお願い致しますはい改めて自己紹介をしたいと思います私はですねこのレックのですね社老子講座のまあ専任講師をしている特定社会保険労務の沢井と申しますはい平成12年にですね 試験に取りましてですねそれから13年から講師業に入って同時にかつ開業しているということなので実務とそれから講義ですねこれをですね両輪として今までやってきたということなんですね。でいろいろとあるんですけども今日はですね最近の社会保険労務士の試験の状況の特徴そしてどのようにすれば資格を取れるのかそれからどんな講座があなたに合っているのかと。 そして、社会保険労務士の仕事とはということで、はいまあ、そんな話をですね。していきたいと思います。はい、まずはこの社労士講座ということで、私たちレックはですね。法律のレックということではい、元々ですね。まあ、法律の専門学校からスタートしているということで、法律に関してはもう老舗中の老舗ですね。うん はいまあ、トラディショナルのタイプの学校だと思ってください、まあ、よって、まあ、条文とか、まあ、そういったものにですね非常にこだわりを持っている学校なんだということですよねですから、まあ、まさに法律、はい、社会保険労務士は労働基準法から始まって安全衛生法労災保険、まあ、雇用保険などなど,などですね、まあ、法律科目を見ていくということになりますから社会保険にも同じく法条文があるということですね。 はい、よって。まあ、このレックに関して、まず一つ言えることは法律を大事にしている学校なんだということなんですね。さあ、まずはこの合格講座です。でね。皆さんあれってね。レックさんって確か上級講座っていうのもあるんじゃないかな。はい、その通りですね。これがはい、一般の初学者の方から、もちろん学習経験があるまあ、上級者の方までですね。まあ、広く対応するまあ、一般のこの合格講座です。 合格講座というのは一般、えー、初学者の方とか、はいまあ、広く対応できるんだなとそれに対して学習経験者に関してはこの上級講座それから大阪の方ではです、ねまあ、通信もやっております、えー、工藤先生のプロジェクト「スイングバイセミナー」ですね、はい、こういった、はいまあ、要は学習経験者を対象とした講座があるんだということなんですね。はい、といととうことで さあ皆さんですねじゃあちょっと俺はですねどっちなのかなというふうに、まあ、悩まれている方まあ、いらっしゃるかと思うんですけれども一つねこんなふうに考えてくださいはい学習経験者の方で今年本試験をまあ受けたはいその中でまあだいたいですね卓一式問題がおおよその目安でレベル的に自己採点で35点ぐらい 言ってるよねねいいいう方ででであればこの上級クラスは、OK、とどちらでもいいです、ねはい、ただ35点は言ってるんだけどもちょっと基礎のところの問題を落としすぎているっていう方がいたら、はい、それに関してははいこの合格講座でもう一度ですね基礎からしっかり構築していただいた方がいいかなというふうに思っております。さあではは今日は えー、この合格講座のですね、まあ、ガイダンスになりますので合格講座中身入っていいきたいと思いますはいまずパンフレットを開けていただきながら「しっかり基礎編」そして平成2017年ですね「斜郎紙合格コース」ということで、はい、73回の「本論編」ですね、はい、そして「直前対策編」が16回とそれから「 強化パックということでこれがまあオプションのところがありますよということで下の方にですねこのオプション講座というものがありますということになります。はいということでまずですねあれ私基礎を受けた方がいいのかななんていうふうに悩まれる方いらっしゃいますよね。はい、でこのしっかり基礎編に関しましてははい、えー、まずねどんなものかというとはい。 労働基準法4回とかまあ、労災保険雇用保険健康保険国民年金厚生年金という主要科目に絞りつつ全体像を俯瞰しつつ重要項目を確認するという内容になっておりますで、まあ、こちらの方ですねはい、す、え、で、ー、にですねライブクラスの方はある程度終了しているところが多いので はい、これからのお申し込みの場合はウェブか DVD でまず見ていただくということでよろしいかと思います。はい、そして、えー、もうすぐに始めたいんだとすぐに対策を練りたいんだって方も多いですよね。はい、その場合は混ン編から入っていただいても構わない。社会人の方でまあある程度ですね、えー、まあ労働基準法って知ってるよねとか労災保険とかまあ自分は雇用保険入ってるし年金ってこうだよねと素養のある方であれば。 ははいもうここ本論編に関しては、はい、この9月ですね、まあ、10月からどん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 ですねはいスタートしますのでどん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 入ってきていただくそしてもちろんウェブとかそして DVD 講義もありますので、はい、その場合もですねカリキュラムに沿って随時入っていけるということになります。 はい、確認していきますと、まあ、このような形特徴としましてちょっとねアップにしてみますとはいこんな感じになってるよと、はい、そうしますと例えば労働基準法の、まあ、インプットが6回、まあ、労働安全衛生法のインプットが2回そしてこの確認テストというものですねでこの確認テストは結構ですね、まあ、ボリュームがあります。選選択式問題が2個ですねねととかか、まあ、正しいものを選べとか、ね 正しいものの組み合わせといわゆる卓一式問題がはいま十、あ、五問とボリュームあるでしょうはいま一、あ、つのこれは答案練習だと思っていただいてもいいのではないでしょうかはいそしてまあ老齢保険雇用保険そして徴収法ですねそれから労働一般常識健康保険国民年金厚生年金社会保険の一般常識という形でえどん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 進めていきますと。 5月の頭にはまあほとんどの校舎で終了ですね配信の方も大体その時期に終わるということになりますはいそして続きましてこれがね大事なんですよ特にねあの最近の出題に関しては必ず法改正問題が出てくるし割合が高くなってるんですねで社労士試験を今ね受けようと思ってる皆さんはとにかく法改正ですこれがまあできてるかできてないかで法改正に関してはね あのえー、平成の,まあこの、ね、29年だったら29年の4月1日にもうすでに施行されているものであってかつ、はいまあえー、漢方で交付されているそれが、ね、もうスタートしてますよってことが漢方に乗っかっているとこれが4月の第1回目の漢方に乗っかってきている漢方って何ですかってね 漢方ってあの、ね、あののね中国でこのお茶煎じて飲むやつじゃありませんからねあの漢方というのははいこの国の出している、まあ、新聞みたいなもんですね、まあ、わかりますよね、そんなのね、はい、そこでですね、まあ、出ているものに限るということなんですね。はいだから、まあ、その時点の法改正がどうなっているのかという情報を逐一取っていかなければいけない。例えば独卓でやってる方ねねどうしますか、ね はい、もう今年のですね、まあ、例えば試験問題は非常に改正が多いで、昨年の試験問題も改正が非常に多いと、特に重要なポイントで改正を出してきますから、これが分かっているか分かっていないってことは、もう合否の、はい、もう本当にですねもう判断基準になるぐらいのですね、はい、内容になっているということなんですよ。はいですから、まあ、法改正、これは少なくともですよ、2回は必要ですよ。はいということで、まあ、2回ですねでね。 特徴はですよ。このレックの法改正講座。これは。大きな特徴が二つあります。それは一つは。前年の改正も出ていると。これはですね。例えば、今年の平成二十八年のよ。はい。あの健康保険の選択式、どうでしたか、皆さん。はい。もう。高額療養費の。まあ、計算問題が出たんだよね。これは。前年の法改正の部分だと。でね。意外とですよ。 当該年度の法改正の部分が出ないで前の年の法改正を出すというのがあるんですよよってこれレックのテキストですねこの法改正攻略講座のテキストでは前年の分も出してあるんですよこれが特徴その1特徴その2ですこれは何かというとはい予想問題がついているとだから法改正の内容があなたわかりましたかと分かったと思うよ本当ですかじゃあねじゃったら ちょっとここで試してみてくださいよということで問題がついてるんですよはいこれはいいですねもちろんこれはねあの上級講座も同じものを使いますので問題付きですはいだから2つのポイント当該年度の法改正だけではなく前年度の法改正部分さらに予想問題までセットでついているんだと心強いじゃありませんかさあ次です今度は横断攻略講座はいこれはですね特に初学者の方は いろいろな法律科目をやっているとですよ非保険者賃金適用なんていうふうに分からなくあれこれって確か社会保険なのかな待てよと労災保険の話だっけなみたいな話になっちゃいますよね、はい、だからそれをしっかりと定着させるための、まあ、横断攻略講座が2回入りますす白書でね、はい、これは、はいえー、一般常識対策ですね、まあ、労働一般常識。 社会保険の一般常識ですね、はい、これに対して、まあ、現在ですね労働一般に関しては2年連続で問いの、まあ、4と問いの5が白書からの問題ですねさらには平成28年の直近の試験においては社会保険の9番10番、まあ、2問がですね、はい、これが白書から出ているという内容でしたねよってこれも重要だとでこれも2回ありかつ問題演習がついているということですね。 それからですね、まあ、重要な答案練習ですね、実践答練というまでも、実践的な答案練習が、まあ、7回ついていると。そして、まあ、模試ですね、全日本社ロ氏公開模試が、まあ、3つということです。ここまでがフルセットでついていって、はい、さらにオプションで取りたい方は、まあ、このようなですね、まあ、判例通達と、これは年金ですね、まあ、ついているということになります。で、ここに書いてない内容なんですけれども、でね、 あの平成28年の試験を受けられた方ですね、まあ、ちょっと労働一般どうなのよというふうにですね、まあ、捉えていただいているかと思うんですけれども、はい、まあ、労働一般常識ですね、で例えばですよ、まあ、平成の27年の労働一般常識の選択式対策ですね。選択でははい まあ、かなり、まあ、ちょっと、まあ、難しい問題というよりはちょっと見たことのないね例えば、まあ、パネル調査とかですね,、まあねまあ、こういったのとか、まあ、調査統計ですよねこういったものが、まあ、出てきたということでで平成の28年に関してもこれはですね、えーまあ、ちょっと統計調査ですね統計調査系ですね。 統計調査系こういったものが出ていて、要はこれが非常にわかりづらいというね内容だったということなんですよ。で、この一言で言えばこの労働経済の分野ですね。労働経済とか労務管理ですね。労務管理ですね。はい。こういったところとか調整通す。 統計ですね。それ以外にまあ、出てくると、はい、まあ、数字ですね。とね数字、数字ですね。はい、こういったものに関してですね、対策がなかなか難しいということなんですね。で、これに関してはですね、はい、あのこの、えー、一般講座それからまあ、上級講座にお申し込みの方にはまあ、別途別途ですね、はい、対策講座 がまセットでついてくると、講座付きとなります。別途講座付きです。はい。えこれってオプションじゃないんですかと。オプションではありませんね。はい。この一般常識対策講座に関してはもう黙っちゃいられないシリーズということで、はい。これお申し込みの方にはこうついてくるとですね。はい。まあだいたい四回のシリーズに分けてこれはついてきます。 で私はお金払ってなくてもいいんですかついてくるんですかはいついてきます OK ですしかも9月中に申し込みの方はウェブまでつけるということになるわけですねはいということでまあ、このような形ではい対策を練ってほしいというね私たちの願いということになりますねはいですからまあ、これの他にその一般常識のはい例えば統計とかですね まあそういったまあ最近の出題傾向に合わせた対策講座がまあ無料でついてくるということになるわけなんですね。まあこれが大きな特徴であるということになるわけですね。はい。そしてですね、あとはですね、はい。ぜひですね、えー、もしですね、あの通信の方であればパンフレットをちょっと入手したいんだということで、はい。まあお問い合わせねいただきたいと。とそれからまあお近くに本校があって通えますよっていう方は。 ぜひ本校のスタッフとかガイダンス会場に足を運んでいただいて確認していただけるのがよろしいかなというふうに思います。はいということでですね、まあ、このような形のパンフレットですね、はい、まあ出ているということになります。はい、そしてですね、あとはのところでですね、まあちょっと言いますと、はい、まあことの通い方なんですが。まあ通学もいいんだけれども、はい、どうしても、えー 仕事の関係ででで通えないい日があったらどうすすするんですかとはい、大丈夫ですねレックの場合はですねそもそも、はい、ウェブとか DVD を選んでいただいて、まあ、ついているとそれにさらにね通学する権利を、まあ、くっつけるみたいなね、えー、やり方になってますので、まあ、必ずそれはフォローがあるんだとそれから、まあ、別々の校舎であってもどこで受けても構わない乗り入れ自由制度ということになってますので、まあ、そこもですねぜひ、はいまあ、使っていただければなという,ふうに思います。さあ これがまあ一般の合格講座ということなんですけれどもさあここででですすねねちょっとですねはいえ今後のですねまあ社労試験の行方といいますかですねはいまあ合格への近道をつかむためにはどうすればいいのかというお話をですねしてみたいと思うんですね。それがですねまあここから考えることなんですけれどもまずまあ平成のはい28年度ですね の本,試験本試験からの特徴ですね、はい、どういうことかというとねまずは何が大きく変わったかというと、まあ、それまでですね、はいえーまあ、節電の影響もあったのですが午前中、択一午後、選択だったものが逆にここです、ね、午前中が選択、まあ、になったと。 午後ですね。ここがま択一になったということですね。午後が択一式とはい、これがまず一点変わったよというところですね。はいでねま選択式が午前中だと選択式の出来が悪いと午後引きずっちゃう方が結構いらっしゃるんですよね。ですから、あまり午前中の選択式の出来を考え、ね、あのまあ、えー、考えないと。これがまあ1つのテクニックです。だからこのね。午前の選択式の。 はい結果を考えてはいけないということですねまあ、ここにとらわれないとですねはいとらわれないことはい結構考えちゃって調子崩したった人がまあ何人かいましたけどもねまあ、数多くいたと思うんですけどもこれは注意しましょう2つ目ということではいとにかく個数当て問題ですねまあ、ここですねえ、その正しいものは いくつあるかということですねとということで、まあ、数ですね数問題ですね個数問題数を答えさせるとさせると数を答えさせる問題が7問ということで今までより増えましたということですね。はい、このの個数問題というのは 正しいものはこの中でいくつかやという話になりますのでそうすると1個でも分からないと答えられないという厳しいものなんですねだから難しいと。はい、だからまあ得点的にそんなに上がるべきものではないかなというのが2つ目ですね。はいまあ、ここれれが特徴とということになりますすそれから3つ目ですね実務系問題 実務系の問題が、まあ、意外とやっぱり多いですね。はいということで実務系の問題が、まあ、例えば労働基準法に関してね、えー、割増賃金の基礎の出し方だとかはい、まあ、そういった問題に出てくるとそれからもう一つ、まあ、4つ目の特徴としては、まあ、年金に関してはです、ねはいえー、ここですすねねはいここ特に国民年金で事例問題が出ているということですね。まあ、事例問題と 国年でで事例問題が出てていいいるるとととううここすね、はいまあ、こんなようななよ、まあねえー、内容になっているとただねちょっとここね、はいまあえー、対策問題と,いとこんな感じですよまずね午前中の選択式で、まあ、うまくいかないとしても絶対とらわれないこと、ね、いちいち、ね、細かいこと言うなとう最後までとにかく頑張れと、まあ、言いたいわけですねそれから数を答えさせられる問題これは難しいよと。 だから取れなくてもまあ仕方ないぐらいの感じは持っていてもいいのかなとただね今年こういう人がいたんですよ個数問題難しいから全部後回しこれ危険です簡単な個数問題もあるしその例えば国民年金は国民年金に集中している時に答えた方が絶対いいんですよ、ね、それを国民年金にやってしばらく経ってから、まあ、労働基準法とかどんどん回ってきてまた国民年金と。 すごい思考の差が出ちゃうのでやっぱりこの数を答えさせる問題でもやっぱりその科目に集中している時にやった方が絶対いいです。でわからなかったら、まあ、最後にもう一回考えるくらいなねで実,務実務系問題です。で実務系問題に関してはこれはですねなかなか一長一短では難しいのでやっぱり、まあ、講義でですね実務の先生は常に実務で見てますから例えばこのレックの先生っていうのはほとんどが実務家ぞろいでやってますので。 はい、ですから、まあえー、要はこの講義を受けたときに実務の講義を、ね、やってる先生から受けるというのは非常に重要だと私は思っています。から年金ですねで、年金の事例問題が2つ出てたんですけれども、この事例問題、やっぱり難しいんですよ難問ですね。で、事例問題を取れないとしてもですよ、あまり影響がないということですね。で、難問を取れなかったとしても、それは仕方ないよねということなんですね。 で、まあ、えー、そうするとよ、今年に関してね、ちょっと平成二十八年いくとよ。まあ、あの、この、ええー、とね、個数問題のうち、六個が難しかったんですよ。六個ね。で、年金のこの二つが、まあ、ね、二個。それからね、安全衛生法の三つ。で、これがですね、今年は、まあ、まあ、すごく難しかったと思いました。だから、そうするとですよ、まあ2、二たす三で五。だから、これ十一個か。 ということは、ここで十一個落としたとしても、はい、七十点満点で、十一個落としても五十九点だよね。まだね。はい、だから、ま、そのすごい難問とか個数問題をね、落としたとしても、それはまあまあ仕方ないと思ってください。はい、完璧を目指すなということですね。まあ、社労士試験の場合は、完璧を目指すと逆に不完璧になりますよと。はい。 いうことになりますのでぜひですねまあそのあたりですねはい考えていただければと思いますそれからですねまあ勉強の話をね若干しておきたいと思うんですけれどもはいまずまあ復習のやり方についてちょっとねお話をしますよくねまあ学習相談の時にはいまあ、えー、例えばねこの合格講座の学習相談をするような場合に復習はどうすればいいんですかということになるわけですね はい、そうするとまず復習に関しましては。やったことを。忘れる前に復習するということなんですよ。はいで、これはですね。まあ、ものすごい大事な話なんですけどもどういうことですか？というとね。ちょっとここに紙が紙を出して書きますけどね。あのこういうことなんですよ。例えばですよ。まあ、講義の日。 ですねまあ、受講日とししておきましょうねね受受講講日日です、ね、受講日に、はいまあ、勉強しましたよということですね。はい、で勉強しましてということで、はいまあ、ここですね勉強しましたということですね。そしてここで、まあ、一応100%ですね、まあ、勉強はしたということになりますと、はい、どん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 ,どん、まあ、70%ね。 からえ四十パーセントそれからま二十パーセントいうこということでまあ、やらないとどん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 忘れるということなんですね、まあ、誰だってそうですねまあ私だって同じですよそれに関してはねはい誰だってそうです私なんかもうすぐ忘れちゃうねやらないとすぐ忘れちゃうでここでポイントとなるのは抜け切る前に復習をかけるとねここで必ず復習をかけるということですね。 復習をかけるということですねで100に戻してあげるとそうするとですよここが40までは落ちないんですよ、ね、だいたい70とかですねまあ、からま50ぐらいでだいたい定着するということなんですねだから復習をどのタイミングでかけるかっていうのがすごい大事ではい。要は翌日か少なくとも当日でもいいし翌日からまあ、3日以内ですね3日以内 まあ、サラリーマンの方忙しいですよだけれども復習のタイミングに関しましては、まあ、少なくてもですね、まあ、翌日からこのまあ3日以内に、ね、頑張ってやってくれということになるわけですね。はいということでじゃあ復習はまあなるべく早くやる忘れないうちにやると楽です楽で効果が上がるんですね。だかからまあやることとは分かったとじゃあ、まあま ね、予習はどうなんだい,、はい。予習はやり方を間違えなければやってください。例えば、はい、えー、明日何々先生の生講座だなんていう場合にちょっと予習やっときたいなと思ったら、ウェブでちょっと見て予習やっとかなややろうかなというのはこれオッケーですね。はい。で、例えば科目で労働基準法ってどんなのかなちょっと興味あるな。オッケーですね。 でもやってはいいけない、はい、年金ってどんなもんかなちょっと条文調べてみようと何書いてあるかわからない何度読んでもわからない、はい、これはあまりおすすめしませんなぜかと効率が悪いですねで時間が無制限にある人はやってくださいでも時間がない社会人の方とかまあねそういう方に関してはあのもし予習やんならなるべくウェブで ね見ながらまあ DVD とか見ながらで予習をしながら行ってくださいということですね。でじゃあ予習しなくていいんですかと。はいこれは構いませんね復習中心の勉強でいいと思います。で時間がすごいある人はもちろんやっていいんだよやってくださいなんだよ。でもね、えー、会社員やりながらまあこの講義を受けているとか、えー、ねやってると通信をやっているって方に関してはもう仕方ないですからねはいということになるわけです。 それからですね、まあ、学習相談で、まあ、次に多いのがじゃあ、まあね、どんなふうに実際の問題集などを使って勉強すればいいのですかという問題です。はい、これに関してはまずこの合格講座ですねはい、こちらの方はですね、まあ、教材がついております「はい、まあ、楽習スルーノート」というですね、まあ、ノート形式の問題、えー、ものがですね、まあ、ついています。はい、ということなのではい。 これをですね。まあちょっとね。移しますと。と、まあ、ここにですね。まあ、ノートですね。はい、この自宅教材ですね。まあ、学習するノートとこれがまあ、単元ごとにまあ、ページ数とリンクしながら進めることができるので、まあ、こういったものをやっていただくということがいいと思いますね。復習の時にはいイメージです。まず講義を受けました。はい。いやー、今日の講義、こんな感じだったなーと。とはい、イメージが落ちないうちに、例えば翌日はい。 まその日でもいいですよ。もう一回テキストを開きます。あ、先生が大事でって言ったらここだな、線引いてあるな、はいここだな、線引いてあるな、あ、書き込みが不十分だな、もうちょっと書いておこうかな。はい、やります。はい、終わりました。じゃあこの単元の、はい、楽習するノートを開けてください。はい、ページ数が書いてありますから、はい、この単元の楽習するノートの部分を、さあやってみよう。はい、ここでは、例えば大事な部分は書き込めるようにな で楽書するノートでも書き込み用で例えばね大事な部分が穴になっています。はい例えばまあ労働基準法なんかで,ですねまああった場合なんですけどもはいまあ目的条文ねあの労働条件の原則がね労働者は、えー、ね何とかの生活を満たす。なんだっけなとあそうだ人たるに値するだって書き込みます。でもしわかんなかったらテキストを横に置いていただいてあ ちょっとなないな見ていただいてここここが大大大事事事だだだよよよ見ていただいてそのまま写しましせん見たら例えば「人たるに値する生活を」と見たら一回閉じます閉じるからねこっちを置きます「人たるに値する生活を」って見ながら書いちゃダメなんですよ置いて「人たるに値する生活」って書くと一旦頭に貯蔵されるんですはいこれを記憶と言います 短期の記憶ができますよねそして復習の時にそれをもう一回見ると長期の記憶にどんどん変えていく作業ができます。だからねあの見ていいんです分かんないところは見ていいんです。楽習するのとでも今のように、ね、例えば何でしょうかね30日だったら30日って見ながら書くんじゃなくて30日前置いて30日前って書いてください。全然効果が違うんです はいこれはですね私が言っていますけれども実はまあ脳科学者の方のまあ推奨の方法なんですねはいですからまあそれをやることによって全然学習効率が変わりますよということですねだからまあ普段の勉強はそのような形でやってもらうということですねはいで上級者コースの方に関しましては過去問ブックというのがついていますで上級者になるといきなり過去問できますからはい上級者の方は過去問を自分なりに検討しつつ そして進めてほしいということになるわけですね。はいということで、まあ、勉強の実際のやり方ですね、それからもう一つ、ですねこういう方いるんですね、条文集は必要ですかということなんですけれども、はいあのまあ、社会保険労務六法とか、ですね、まあ、労働法全書と使っている方もいらっしゃいます、まあ、こんな厚いやつですね。はい、まあ、確かに、まあ、そうなんですけれども 私はですね。そんなにいらないかなと思うわけですね。まあ、なぜかというと必要な条文に関してはまあ、レックは法律のレックでテキストに全部載せている形になっておりますので、まあ、そこで取ることがま条文そのものをできるんですね。まあ、さらには今はまあえー、法令データベースというですね。まあ、ネット上でま政府がま運営している。そこにアクセスしてもらうと。 はい、いまあ、法律が見れるようになってるんですね。法令データベースです。だから、法令データベースで必要な時にアクセスしてまあ、スマホでもまあ、ネットでも見ていただくということ。でもまあ、十分なのではないかなというふうに思うわけですね。 ということなので、まあ、もしね。条文集が欲しいと普段やっぱりなんかこうめくって調べたいよって。方はまあ、購入していただいて結構なんですけれどもま暑、あ、いのでね。なかなか持ち歩きも大変なので、まあ、法令データベースみたいなものを利用したりとかまあ、テキストにもまあ、言ってしまえばテキストに載っているまあ、条文でまあいいのかなというふうには思いますね。はい、これは人の好みもあります。 で今までどうしても法律科目を勉強する時にどうしてもやっぱりね、えー、条文そのものを見て勉強してた方はやっぱどうしても見たいという人もいらっしゃいますのでその場合はまあ持っていただければなという風うにそういう方もいらっしゃいますね現実論としてはい思いますということになりますはいさらになんですけれどもじゃあまあ年間の計画ってどう立てればいいんですかということになりますはいこれは大事ですねまずはこの まあ講座のカリキュラムに沿ってて勉強していただくこれがうまくこう、ね、噛み合わせるように、えー、カリキュラムを組んでありますので、はい、そしてですね通学の方であればこれは通学講座の、はい、計画に沿って、まあ、通学しながら来ていただければそれでいいと思うんですね。で問題は通信の方なんですけども通信の方は、はい、やはりこの順番はなるべく守っていただきたいと思うんですね。 ただスピードに関してはなるべく前倒しでどん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 やってしまった方がいいですよと。で、もし可能であれば通信のメリットっていうのがあるんですよ。通信だからできるメリットは早めに終わらせて2回転までしちゃうと。もしくは早めに終わらせて年金だけちょっと苦手だから2回転しますよとか。はい、通信の場合に関してはそのような形で。 早めにどんどんん終わらせるとうことも可能ですもちろんライブの方も、まあ、ウェブとかついてる、ねえー、講座になってますので早くやっていただいて構いませんということですね、はい、ですから、えー、通信の方ですね遅れてしまってちょっと時間がなくて見れないと,ちょっと勉強できないという時はどうするんですかってこの間お電話で、ね、質問をいただいたんですけどもその場合は一応見るだけ見て頭の中をキープしておいてください。ね、キープです ププラスアルファを取ろうとしないででまずキープです、はい、つまり計画がどん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 後に後にうとにいっちゃうとそうするとね試験に対してもったいないですのでせっかく今年受けようと思ったのに終わらないから、まあ、ちょっとねあの来年に、ね、増しちゃおうなんていう方いらっしゃるかと思うんですけどもなるべく通信の方は早め早め早めの対策を練ってほしいと。 いうふうに思うわけです。それからもう一つ、まあ最後にですね、この、えー、まあちょっとねここにうちの工藤先生のねイラストがまあ書いてありまして、まあしっかり学べる楽しく学べる法律のレックということなんですけども、はい、これ両方大事なことなんですね。つまりまあしっかり学ばなきゃいけないのはまあ当然なんだけれども、はい、暗くなっちゃダメだってことです。でね、楽しく学べると、これレックのいいところだと思うんですよ。はい。 あのスパルタ的にね、お前やるみたいな話でね、どん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 やらせることはこれできますよ、でも、一番大事なのは、今を充実させて楽しむことなんですね、エンジョイですよ、ね、あすいません、今、難しい言葉私、使っちゃいました、エンジョイって何ですかいや、わからないですね、言われてみても、あそうだ、楽しむってことだ、エンジョイということですよね。はいということなので、ねえー、エンジョイ、これ、大事だということなんですよ。だから 通学にしろ通信にしろ暗くなっちゃっていると、まあ、気持ちがですねどん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 んこうね後ろ向きになっちゃうとで後ろ向きに歩いていると転びますよで前向きにいってくださいという、ね、話なんですよ。はいということで1つねなるべく、まあ、充実させるという意味の楽しさですよね笑っちゃう楽しさっていうのもありますよねなんかこうくだらないこと言って「はははみたいな、ね、笑っちゃうことありますよね。 そういうい楽しさもまた1つでも勉強の中から今日充実できたうんよかったやったみたいなねそういった楽しさですねこれもありますのであのそこを目指していただくとよろしいのかと思います。で社労士の勉強というのは人の役に立つ内容なんですね。まあ、労働者を助ける経営者を助ける行政の橋渡しと、はい、この3つです。ね えーまあ、労働者使用者、まあ、行政の橋渡しと、はい、だからそこを私たちがうまくつないでいくということをやるわけですから社会的にも非常に、まあ、有意義な仕事であるということが言えるわけですね。はいということなので社会保険労務士の資格はレックで実務系の先生に楽しく習うというのが私はいいのではないかと、えー、信じております。はいということでね少し長くなっちゃったんですけれども。 合格、はいえー、講座、ですね初学者の方でも十分、こちらですそれから学習経験者の方ははいこの上級コースのですねはいパンフレット取り寄せていただいて、ぜひ検討してください。ちなみに上級コースは過去問題と、まあ、例えば事例集ですねサブロック協定はこうだよとかね労使協定はこうだよとかね請求書はこんな感じだよという実務の事例集までついていますと。とさらに ま、最初から横断学習ブックもまあ、えー、上級者ですからまあ、ついているという形になっております。はい、そしてまあ、ここには書いていないんですけれども、もう黙っちゃいられないシリーズということではい、えー、統計調査、労務管理の対策がま4回にわたってついてきます。これに関しましてははいまあ、えーね、9月中に申し込んでいただいた方に関しては、まあ、このウェブもそれからライブもま無料ということになります。 はいでは皆さんですね社会保険労務士講座はいぜひですね、えー、レックの方にお問い合わせいただきたいなというふうに思います最後に私から1つはい今レックではですね人事総務の方を応援するということでこの人事総務検定というですね、はい、こちらの特別認定講習というのを行っています でこれに関しましてはですね、まあ、社労士の実務系の、まあ、試験問題に対応できるかどうかっていうところにも関わってきますのでこれから社労士を目指す方人事総務の方は是非人事総務検定もお忘れなく。はい、ではこれで社会保険労務士ガイダンスを終了したいと思います。皆さんありがとうございました。